これが魔境？こんなので本当に願いが叶うの？間違いないって。これはあと3つ集めな。ちょろいちょろい。もう半分だもんね。くっ、あんた光ってるぜ。あと1個。あと1個で何でも願いが叶うのね。最高っす、マリオン様。もう最高っすよ。よくぞ魔境を揃えた。我が名はアトラ、鏡の魔人なり。我が神殿に来るがよい。さすればお主の願い必ず叶えようぞ。何よそれ、どこよ神殿って。マリオン様、どんまい。いよいよ魔人の大神殿ね。行くわよ、パムパム。マリオン様、萌え萌えっすね。まだ奥があるの？もう勘弁してよ。ゴールはすぐそこっすよ。行くっす、やるっす。よくぞ試練を乗り越えた。願いを叶えて神聖を。ただし願いは一つだけだ。あは、ついに来たわね、この時が。魔人さん、私を史上最強の魔法使いにしてちょうだい。わしもな。はいはい、そう。完璧。私は今究極の大魔法使いなのね。いい感じですわ。もうバッチリですわ。よし、夢の魔法王国建設に向けてレッツゴー。夢のウサギ王国もな。マリオン様、ほら願い叶えたろって。あら、あんだけ言うといてグロッキーですか。しゃあないな、ほんま。ほな、代わりにわしのささやかなお願い言うときますわ。魔人さん、わしを全宇宙の王様にしてほしいんやけど。はいはい、そう。マリオン様、ほらもうバッチリしちゃおう。うさこ、この状態のどこがバッチリなんだよ。うさこって、あんたこれからはうさぎ様って言うてもらわな。な、レッツゴー。これが願いを叶える鏡か。奴らには必要のない代物だ。やれやれ、手応えのないポンコツばかりだぜ。うん、これで3つ目だな。あと1つで完成だぜ。なるほど、あそこなら奴らより先につけるぜ。いよいよ聖なる神殿か。血が騒ぐぜ。古代科学の結晶か。魔人はどうやらこの奥にいるな。そうだな、やはり科学者の俺としてはだな。決めた。俺の頭を世界一良くしてくれ。よし、願いは叶えたぞ。これが今一番生かす頭だ。ちょっと待て。うわあ。実は俺ロリコンなんだ。直したいけど自分ではどうしようもないんだ。俺に必要なのは大人の女の素晴らしさを教えてくれる絶世の美女だぜ。まずロングヘアで、胸がドーンと大きいグラマーなスタイルで、目がバッチリとした人ならなんとかなりそうだぜ。願い叶えたわ。大人の女の素晴らしさを教えて。ゲーム。やっぱり俺一生ロリコンのままでいい。の任務 25% 完了。魔境の破片あと3個なり。我がロシアの科学力は世界一なり。弱いなり。我が輩は無敵なり。
何なり？我が輩にそこに行けと言うなりか？我が輩一人で行くなりか？不気味なり。はあ、恐ろしかったなり。もう我が輩疲れたなり。我が国を世界最強の軍事大国にするなり。その後、平成ロシアはバルナスによる世界征服を果たした。バルナスは涙を流さない。ロボットだから、マシンだから。我が輩を人間にしてくれなり。わーい、わーい、人間なり、かっこいいなり。その後、バルナスは人間として幸せに暮らしたといいます。お任せあるね。これが願いの鏡あるね。なんかうさんくさいある。あいよー、最近の妖怪は機械仕掛けあるか。へんてこで三人組あるね。弱すぎて欲求不満あるよ。お腹が空いたあるよ。どこまで行けばいいあるか。最強の魔人はこの奥にいるあるね。ここが魔人の大神殿ある。なんだかドキドキするある。この子の手間取らせたくせに弱いある。やめてちょ。弱すぎて頭に来たある。あんたは私の家来になるね。鍛えてやるある。そんな願いだけは勘弁してちょ。あのヤンニャン様、今日のご予定は？そうね、ブラジルのヒクソングレーシーでも倒しに行くあるか。グレーシーすか？いやー、死んじゃったあるか。私の願いを叶えるある、起きるある。ヤンニャンとやら見事じゃ。これよりそなたが鏡の精となり万民を導くのじゃ。ブキー！つまり、私は一生ここから出られないってこと？ジジイ剣山！これが魔境か。あと破片三つで完成じゃな。またか。あの三人組もこの鏡を狙っておるのか。あと一つ、あと一つで願いが叶うのじゃな。何、遺跡とこのわしを試そうというのか。いてててててて、わしももう年かの。うわぁ、じじいもびっくり。これが地下の大神殿か。実はの、40年前に死んだわしの恋人を生き返らせてほしいんじゃが。はいはい、そう。お師匠様。うおお、会いたかったぞ、サム。素敵じゃ、わしらも素敵すぎ。その後、二人の愛は全宇宙を平和に導き、大宇宙銀河連邦創立の礎となったといいます。よし、ジジイの名において命ずる。魔人よ、わしを若返らせてくれ。はいはい、そう。おお、ジジイ、カーツ！こりゃたまらん。今のわし、もう美しすぎ。よし、このニューボディで新しい冒険に出発じゃ。その後、
鉄はその肉体美で全世界の野郎どもを虜にしたと言われる。これが願いの鏡？これで願いが叶うの？四つの破片を集めれば何でも願いが叶うそうだ。ん？よく見ると可愛いね君。何？あんた、ひょっとしてロリコン？ところで君、年はいくつ？えへん！マリオンは13歳なのさ。マリちゃん13歳か。もしもたまらんな。何よ、ここで今すぐお願い叶えてよ。ん？いいね、その顔。かわいいね。おいおい、おっさんおっさん。その毛が、まさか私を助けるために？なーに、君のためならいつだって死ねるさ。ごめんなさい、私のために。ねえアッシュ、あなたの願い事って何？俺の願いはただ一つ、君の愛が欲しいのさ。私まだ子供だけど、本当に私でいいの？アッシュ、あんたの願い叶えてあげるね。魔人さん、私を今すぐお寺にして。はいはい、さあ。どう、アッシュ、私きれいかな？ああ、ごめんな。俺、大人の女には全然興味ないし。じゃあ。じゃあじゃあねえだろ、このロリコン野郎。責任取れよ、あんまりだよ。これが願いの鏡ね。すっごい神秘的。我が輩も初めて見るなり。あと3個集めるなり。ねえロボット、私マリオン、あなたは？我が輩の名はバルナス、バッピーと呼ぶなり。そう、かわいい名前ね。バッピー、あなたもすっごい魔法使えるのね。これは魔法ではないなり、我がロシアの科学力なり。やったー、バッピー、あなたの願いは何？それは軍の機密事項なり、秘密なり。バッピー、私の願いは家族を探してもらうことなの。マリオンは一人ぼっちなり、かわいそうなり。この奥に行けば願いが叶うのね。どこなの？どこに行けば願いを叶えてくれるの？元気を出すなり、マリオンの願いはきっと叶うなり。そんな一つだけだなんて。大丈夫なり、我が輩に構わずマリオンの願いを言うなり。いいのね。私の願い、それは史上最強の魔法使いになって全世界の女王になること。話が違うなり。家族はどうしたなり。甘いわバッピー、あの話はうせとぷすぎるわ。私って超無敵。哀れバルナス、こうしてマリオンは世界を征服し女王様となったそうです。ちょっとおばさん、私の獲物に手を出さないでよ。ルッキー、胸ぺったんこのくせに生意気ある。いきなりではならんことを。お前、その願いの鏡を何に使うつもりあるか？いいじゃないの、そんなの何に使ったって。ははん、だいたい見当ついてある。お前、胸大きくしてもらうつもりね。絶対そうある。私まだ13歳だから、これから大きくなんのよ。ならないある。お前なんか一生そのまんまあるね。こら魔人、私の願い叶えるあるね。残念でした。こうなったら早い者勝ちだもんね。何それ、尻尾？あんたもしかしてお猿なの？違うある。これは中国4000年の神秘あるね。
何なのよ、神秘って。いよいよあるね、新入娘。ここで勝負ある！望むところよ、この牛乳猿ババア。行くわよ！私の願いはね、やっぱり胸を大きく。やっぱりある！でも、抜け駆けは許さないある。何よ、この猿人間。あんた勝手についてきただけでしょ。マジンさん、とりあえずこいつらの喧嘩を止めてほしいんやけど。うん、願いは叶えたぞ。とりあえずじゃないよ、このバカウサギ。願いは一つだけなのに。許してな、マリオ様。助けてパパーや。おお、魔境の破片じゃ。あと3つで魔人復活じゃ。ずるい、私の願いを叶えてもらうんだからね。ねえ、あんたの願いって何よ。わしか。わしはうんと若返りたいんじゃ。何それ、じじくさい願い。お嬢ちゃんの願い事は何じゃね。私はね、早く大人になりたいの。ちちくさい願い。人のことは笑えんの。来いってか。わしに島まで来いってか。あ、私が行ってきてあげるね。ここで待ってて。あ、これこれ。抜けなきゃいかんぞよ。ねえねえ、魔人この奥かな。試練の遺跡というわけじゃな。いよいよね、私の願いが叶うのね。うん。わしは若返って、を、んじゃ。って、あんた、ホモ？私の願いが先よ。ブラミ、願いは一つしか叶わねえじゃねえか。何言ってんのよ。あんたの願い、絶対まともじゃないわよ。何を？ホモだって生きてるんじゃ。友達なんじゃ。さあ、マジーよ。我らの願いはたった一つ。世界最強のロボットを私たちにちょうだい。はいはい、そう。その後、3人組は無敵のロボットを使って3時間で全世界を征服。すごいぞ無敵ロボ。すげえ、かっこ悪いけどな。俺の名はアッシュ。世界を股にかける大冒険家だ。誰に向かって喋ってるなり。魔境は我が輩が預かるなり。あ、まだ一つ目だしな。任せておくとするか。ロボ、お前軍人だな。そんなもんやめちまえよ。答える必要はないなり。最後の魔境を確認したなり。指令に従い、会場に向かうなり。指令？まだそんなこと言っているのか。やれやれ。ロボ、今のお前は操り人形だ。自由が欲しくないのか。自由？理解不可能なり。自由とは男のロマンだ。お前も男ならわかるだろう。ロボ、俺と一緒に行こう。二人で自由に冒険旅行だ。しかし、我が輩はロボット。自由にはなれないなり。大丈夫。この奥に行けばどんな願いも叶うのさ。今日から俺たちはチームだ。行くぞロボ。あと少しだ。OK キャプテン。我が輩に任せるなり。よし。俺たち二人を大宇宙の冒険家にしてくれ。ちょっとたま。美人パートナーも一緒に。できれば、ロリッとした。無限に広がる大宇宙、そこに偉大なる冒険家が誕生した。無敵ロボバルナス、万能アンドロイドローリー銀河1号、そして我らがヒーローキャプテンアッシュ。次のゲームは俺様が主人公だ。そんな予定はありません。よお、あんたなかなかやるじゃないか。何やる。私の獲物を横取りするつもりあるか。うん、あと破片2つで魔境の完成だな。あんた、願いの鏡を知っているあるか。これで3つ目か。どうだ、俺たち結構息が合うな。仕方ないある。今回は手を組むあるね。
とうとう見つけたある。神殿に急ぐあるね。うーん、面白い仕掛けだ。後で分解してみるかな。ついにあの3人組もリタイアだな。私たち結構いいコンビあるね。とうとうここまで来たあるか。願いは何にするか考えておけよ。さあ行ってみろ。お前たちの願いは何だ。ちょっと待ってくれよ。待ってやったぞ。願いは叶えた。さらば。なんだって。ちょっと待て。これが伝説の魔鏡の破片か。これであと3つか。貴様、わしの宝を横取りしよって。お、よく見るとお主なかなかの男前じゃの。なんだじじい、まさかホモなのか。当たり前じゃ。だっはっはっは。こっちに来るな、この毛布野郎。バカモン、わしはお主など眼中にないわ。なんと願いが叶わない。なんと理不尽なことじゃ。ホモじじいの願いって一体。想像以上の攻撃だったぜ。何よこれ、式で弱音を。いよいよ中枢部のようじゃ。意外と強いな、じいさん。ホモだけど。やるの、若造。いよいよ地下の大神殿じゃ。行くぜ、ホモじいさん。ゴールはすぐそこだぜ。ホモホモ言うな、若造。ホモだけどな。わしの願いは、世界一美しい青年を恋人にすることじゃ。このホモスケメが。じゃあ俺は宇宙ロケットでももらおうかな。では二人の願いを叶えて死んでよ。俺が世界一美しい宇宙ロケット青年じゃ。ちょわー。願いの鏡を手に入れたなり、これで強くなれるなり。横取りはダメある。私も世界最強になりたいある。焦るでないなり。4つ揃わないとダメなり。バルナスは図体がでかいだけあるね。我がロシアの科学力をバカにするではないなり。そのひ弱な体では我が輩についてこれまいなり。そんなことないなり。あ、変な言葉が映ったあるよ。そんなのインチキある。今すぐ願いを叶えるね。お猿のくせに生意気なり。強くなるための試練なり。決着をつける時が来たなり。強い者が願いを言うなり。望むところあるよ。危なかったあるよ。あんたいいとこあるね。我が輩は紳士なり。レディは大切にするなり。紳士ってことはレディーファースト精神ね。はーい、私を世界最強にするある。それはないなり。バルナスは紳士だからレディーファーストね。はいはい、そう。とってもスーパーな感じ。うわ、超ヘンテコなり。何言うアルコ、これが宇宙で一番強いアルね。暴力反対なり。アトラーの魔境はわしのものじゃ。我が輩の任務の邪魔をするのはやめるなり。我が輩はロシアの科学力が生んだ最高傑作なり。わしの体の方がもっとすごいぞ。我が輩のボディは世界一なり。なんと世界一のボディとな。なに、願いが叶わないなりか。それよりどうじゃ、お主人間になってみんか。我が輩がなりか。島の神殿に行くなり。
我が輩、使命のことなどどうでもよくなってきたなり。おお、よくぞ申した。やはりわしの選んだ男じゃ。魔人に鋼鉄のボディを筋肉にしてもらうなり。お主が人間になった姿想像するだけで、ああ、もう。そうなりか、そうなりか、うわなり。実はの、このロボットを人間にしてほしいんじゃ。ドキドキするわい、ワクワクするわい。なんじゃこりゃ。なんと、ジジイは逃げ出してしまいました。うん、見事な戦いぶりじゃ。やるの、やつら相手じゃ暇つぶしにもならないあるよ。これで二つ目あるか、楽勝あるね。やつらにはこの願いの鏡はもったいないわい。わしらは無敵のコンビじゃの。あと一つで完成するあるね。やるやれ、驚いたの。鏡がしゃべくりおったわい。あそこに行けば願いを叶えてくれるあるね。ん？何やら怪しげな匂いのするところじゃの。おまぬけ三人組が来ないうちに早く行くあるよ。いよいよわしらの願い叶える時が来たかの。さあさあ、急いで魔人に会いに行くある。それではわしらに永遠の命を。よし、願いは叶えたぞ。地球が滅びてもまだ生きてるなんて。死にたいある。と足遅かったようだね。伝説の魔境は私たちトランプがいただくよ。いただくぜ。いただきます。このルージュ様に勝てると思うの？クロード、エース、やっておしまい。でへへへ、俺様のマシンに勝てるつもりか？任せたよ、エース。目にもの見せておやり。まさかこんなところまでやってくるとは驚き。マッスル神を渡すことは、で、筋肉。いつまでも調子に乗るのはおよし。次の攻撃で小電波にしてやるわよ。すっごいわね、まだついてくるわ。目障りだから蹴散らしておしまい。はいはいさ。魔境の力で遺跡の封印が解けたようだね。ここから先へは行かせないよ。道案内ご苦労さ。そろそろ決着をつけさせてもらうよ。いざ勝負だ。封印を解いてもらい、礼を言うぞ。お主の願い叶えてやろう。だが、それは私を倒せたらの話だ。その程度の腕か。もう一度出直してこい。